うん、赤い岩ちゃん、いいね、ありがとう、いいね、ありがとう、うん、こちら、ももちゃん、つーちゃん、いつもありがとう、こんにちは、ナイス、ありがとう、ありがとうね、つーちゃん、イブリスさん、こんにちは、今日は遅めだねって、そうなんですよ、悩みがいっぱいなんです、うん、頭の中で、ね、本当にそうなんですよ、うん、ありがとう、メガホンに行こう、ありがとう、イブリスさん、ありがとうございます、ありがとう、うん、もっとね早めにやろうと思うんだけどね、うん、ちょっとねいろいろ悩みがね頭の中いっぱいなった、いつもいろんなことで、うん、そうね、私は別にね私の生活じゃないんだからね、うん、そうね、ちょっとね、うん、男が二人だらしないけどさ、ゆきちゃん、やっとクーラーいらなくなったよって、そうだね、ゆきちゃん、うちもかけてねえよ、うん、そう、いくらか電気料助かるね、ゆきちゃんね、うん、よかったね、うん、ね、夜寒いよ、うん、夜畳寝てるんだ、まだ私、うん、明け方寒い、昨日は疲れちゃってさ、電気つけっぱれで寝ちゃった。そう。私も本当悩み多くてさ、ね、なんか悩みだらけでね、もっと普通に行きたいね。神経使わないでね。ね、本当にね、もう疲れる。うん。でもね、頑張らなくちゃしょうがないしね。生きてる間はね。うん、そう。今ね、起きたらさ、みんな散らかってるのよ。みんな食べたものをね、それ片付けたり、全部私だからね。あ、なおちゃん、ありがとう。前を向いて、あ、お母さん、ありがとうって、とんでもないですよ。よせさん、こんにちはって、ありがとう。盛り上げ、ちゃん猫ちゃんをプレゼントって。ありがとう。なおちゃん、いつもありがとう。ありがとう。にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃんの爪、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、うん、あ、なおちゃん、なおちゃんはお母さんを大事にしたんでしょうね、うん、私は大事にしてくれる人なんていないかね、誰もね、うん、介護さんでもね、うん、だからいろいろ悩むよ、うん、お母さん幸せだったと思うよ、なおちゃんね、ね、だから、うん、お母さんきっと守ってくれるね、うん、あ、ありがとう、いつもありがとうね、なおちゃん、ありがとう、うん、よかったよ、前向いてお母さんありがとうってね、うん、前向いて進んでるんだから偉いよね、うん、よせさんありがとうございますって、うん、ね、うん、よかった、なおちゃん、うん、うん、いいお母さんだったんだよ、なおちゃんがいいからだよ、私なんてね、誰も構ってくれないよ、介護さんでもね、かわいそうだよ私、うん、ありがとう、なおちゃん、なおちゃんありがとう、うん、ありがとうね、なおちゃん、なお前を向いてお母さんありがとうって、ありがとう、なおちゃん、なおちゃんありがとう、お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドゥ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、さんまさよし、なおちゃん頑張ってる、ありがとう、ありがとう、それだけなおちゃんが良かったんだよ、お母さんに対してね、私なんて粗末なもんだよね、何もしてくれないよ、自分たちで食ったもんはしちやかしっぱなし、それを片付けてさ、いろいろ頑張った。だから時間はどんどんずれていくしね、うん、そう。私なんてね、本当にね、哀れなもんだよ。うん、ありがとう、うん。ももちゃん、料理や、調理や料理はヘルパーさんに頼んだらって。そうなんだよね。うん、本当ね。あ、かいかいちゃん。かわいいって、ありがとうございます、ありがとう、なおちゃん、お前を向いてお母さんありがとう、よせさんってありがとうね、なおちゃんありがとう、うん、ね、
本当、なおちゃんが一生懸命前向いて歩いてればお母さん喜んでるよ。喜んでるよ、きっとね。私は逆だ。こんな体で粗末にされて、ね。私、あの世行ったら、ね。私は憎んでやる、この二人を。ありがとう。なおちゃんは、いい、あれだよ。娘さんだったんだ。お母さん幸せだ、絶対お母さんが守ってくれるからね、なおちゃんね、ありがとう、いつもありがとうね。エブリスさん、男連中が何もしないのねって、そう、何もしないよ、起きてもここ散らかってるし、座敷が散らかっても何もしないね。もう片っぽも2時半で終わってるから、普通なら帰ってくるでしょ。帰ってこない。ね。うちのこと一切しないよ、あの二人は。だからね、こういううちの中、髪の毛とか落ちてるから、私ここにね、トイレットペーパー持ってきて、濡らしてこう髪の毛を取って、それでね、ここにそれくるんで、いつも打ち合ってる目立つとこ。掃除機もかけてくれないしね、そう、ありがとう、よせいさん、ありがとうございますって、とんでもないな、おちゃん、ありがとう、お母さん今まで幸せだったよ、いい娘さんでね、わかるよ、私なんて日常誰も構ってくれないからね、そうだよ、ね、悩みばっかりだよ、本当にね、自分たちは楽ばっかりしてね、私そう思う、なおちゃん幸せだったよ、お母さんは、ありがとうね、ありがとう、涙が出るよ、悩みばっかり私、自分一人でね生きてた方がよっぽど幸せ、そうね、いても何もしてくれない人なんか必要ないもんね。ね、散らかすもんばっかりでさ、いらないものめった買って、うちを散らかして、あとお醤油、ここにさ、納豆の醤油っつうの買ってきたんよ。これ置きっぱなしだよ、ここに。ほいでね、期限が11月いくんち。ね、もう買ってここに置きっぱなし。買ったら使えばいいんだよね。何でもいろいろ買ってさ、あちこち置きっぱなし。だから座敷がめった散らかるわけ。ね、私綺麗好きだから、うちが散らかってると頭きちげになっちゃうのよ。ね、神経質。だからね、そう。ありがとう、なおちゃんはし、あれだよ、お母さん幸せだった。きっとね。そう。かん。アビラちゃん。ゆうさんが顔面って名前で安置してたこと怖いよねって、いやー、ゆうさんそんな人じゃないけどな、そんな人じゃないと思う。あら、誰か来た、ちょっと待ってね、待ってね、はいはいはい、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 どなたですか？いないよ、誰も。やだなぁ、どうなってるん、まあいいかな、なんか、なんだな、困ったね、なんかもう不気味だね、今日おかしいんじゃない、なんだ、おかしいよね、なんなの、困ったね。ピンポンが鳴ったんだよ。なんかもうめちっちゃかめちゃかね、うちは。
何考えてるんかね。誰もいないよ、ピンポンが鳴ったら。行ったら、はーいって言ったらさ、不気味だね。やだね、これに神経ってね。やだね。こちら、ゆうさん、モンブランさんって人の枠で、よせいさんのアンチあることを認めました。モンブランさん、いたずらかってね、いやそうだね、リアルキューピンちゃんめちゃくちゃだね、ピンポンって、ちくわちゃん怖いよ、あせーって、本当だよね、ピンポンってなるもんね、そうモンブラさんという方の枠でって言ってたんだよって、イブレスさんカメラ付きインターホンないのって、ないんだよ。